はい、皆さんこんにちは、レイです。冬物のアパレル、皆さんどうされてますか？もう揃えた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。なんか台風が連発で来てて、で今日は台風が過ぎて外むちゃくちゃ晴れてるんだけど、風がなんか風速10メーターやばいね。なんかバイクさ絶対煽られるじゃん。でもさ、天気がいい日が最近少なかったからバイク乗りたくなっちゃって、ちょっとね無理してでも乗ってこようかなと思うんですけども、冬物のアパレルですね、いろいろ撮影で着させていただいて、でどれ買おうかなって悩んでたんですけど、一つですね決めて、今日はそれをですねちょっとご紹介しようかなと思うんですけども、なんかただ単に僕が選んだもの、僕今シーズンこれですっていうだけのなんか動画が最近続いちゃってるんですけど、ですね、ちょっと先にお見せしたいのがですね、これなんですけど、これ串谷のアメニタジャケットっていう、春夏っていうか、まあウィンターまでいかないぐらいのやつかな、春夏用の、ナイロン生地のジャケットなんですけども、撥水だったかな、これ気に入ってきてたんですけど、これにこれアメニタジャケット、これに僕水色のウィンターアメニタジャケットっていうのも持ってて、そっちが冬用のもので、インナージャケットが付属してきてるんですよね。それをこっちに足すことで、そこまで暖かくしなくてもいいやって日に、そのアウターでバランスをとってたんですよ。でこの間週末ちょっと出かけた時に、友達が家に遊びに来て、で天気予報見たら思いっきり雨で、まあ、マジかよって言ってたんだけど、悪いんだけどさ、なんか雨具貸してって言われて、ああ、まあいいよいいよいいよっつって、何貸そうかなと思って、あ、じゃあさ、これ着てけばいいじゃんつって、俺そのもう一着あるから別の着るよつって、これを貸したのね。で一緒に出かけて、で外でそいつ見てたら、かっこいいなと思って、自分のジャケット貸してんのにかっこいいなって思って、でやっぱこれね、使い勝手がすごいいいの、これむちゃくちゃいいんですよ。だけど一番真冬まで行くとちょっと心もとないの。だから春秋と抜群に便利なんだけど、このアメニタジャケットがあって、ウィンターアメニタジャケットがあって、このアメニタっていうシリーズが今シーズンで、終わるのか来年終わるのか、そのもう次の後継モデルがもう出てたんですよ。それ実は、紹介済みなんですけども、今回はですねその後継モデルでですね、僕が選んだものを紹介したいと思います。はい、僕が選んだですね秋冬物1着目はですねこちらでございます。さっきとむちゃくちゃそっくり、何が違うのってぐらいそっくりの、これがですねウィンターウィルジャケットというものでですね、さっき紹介したアメニタジャケットの後継モデルになるものです。これがですね入った、ウィンターウィルジャケットの L サイズのブラックリップというカラーの、43,000円プラス税というものでございます。でこれにもですねインナージャケットが付属するんですね。でアウターはさっきのよりそっくりなんだけど、ちょっとねそのジッパーの白い面積が減って、ちょっとこっちの方がなんかハードな印象になったんだけど、この腕にあるここのポッケの部分がね、なんかマウンテン感がより出てて、なんか街でもうちょっとおとなしく着れるんじゃねえかなっていう気がして、こっちを仕入れてみました。で生地がですねちょっと分厚くなっていて、だからこっちにはその防風とかそういう機能もあるんでしょうね、おそらくはですね。で今回僕が注目してるのはですね、このアウターのジャケットだけではなくて、むしろインナージャケットの方なんですね。ちょっとインナージャケット見てみましょうか。これがですね昨年か2年前に買ったウィンターアメニタジャケットに付属してきたインナージャケットです。アウターのブルーとここがマッチングでブルーになってるんですけど、これがですねあまりに便利で、もうほぼほぼ毎日着てるんですけど、ポケットにジッパーがついていて、ここに僕目薬リップ入れたり、飛行機乗る時はここにパスポートとか入れて、ジップとジップ絶対落とさないからすごい重宝してるんですね。で背中側にこういうさダウン系のジャケットってさ、決して動きやすいものではないですよね。でもバイク用のものと言われるゆえんというか、たるゆえん的なやつね、的なところが、この脇の部分がこれ伸びるジャージのストレッチ素材になってるんですよ。だバイクの上でこうやって動いた時にここがよく動いてくれるイメージなんですよ。で、あとですね買い替えたもう一つの理由がですね、この縫製の糸がですね、これ横に走ってるでしょ、これ要は中の綿が下に落ちていかないようにっていう工夫なんですけど、新型ちょっと見ましょう。新型、はい、あ、まだ柔らかい、まだ柔らかい、そしてもちもちしてる、
はい、こんな感じになりました。これね、縫製がこういうねダイヤモンドパターンになったんですよ。こうすること、こうすることでより中の綿が寄らないようになってるそうですね。でアウターのブラックのマッチングでここもブラックになりましたね。最近ちょっとね、僕なんとなくカラフルなやつも着るんだけど、そうじゃない時なんかね、全身真っ黒で統一するのが個人的にちょっと今個人的なブーム感が来ててですね、ブラックを選んだわけなんですけど、これも後ろ側見てみると、さっきのここのジャージ素材の伸びるところがもちろん脇の下まであるんだけど、ちょっと肩の上の方まで上がってきてるんですよね。さっきはここで終わってた、それがこの辺まで来てるんですよ。だからその分さらにね動きやすいんじゃないかと思って、でこのジャケットは僕バイクの上で着ている時間よりもバイクを降りてる時とかバイクに乗ってない日に着てる時間の方がはるかに多くて長いんですよ。で実はこの秋ですね、長期の海外出張が急遽入りましたので、それで飛行機移動とか現地で着る服も、これ一つで全部通せれば荷物も減るし結果楽だし、便利だろうなと思って、ちょっと冒険して買ったわけなんですけども、このねインナーが僕的にはすげえ熱いんですよ。すげえいいところで、このインナーと、このアウターが組み合わさることで今年の冬はこれ一着と、あとはもう今まで持ってる古いゴアテックス系の、上下のセットアップのものとかでご利用そうかなと思ってます。ちょっと着てみます。はい、着てみました。袖をねちょっとこう細くしようか。あ、やっぱアウターの生地がね冬用のものだから分厚くてねちょっと硬くなったね。確かに前の、春秋用のアメニタジャケット真冬に着ていると風通しはね良かった、風通しが良かった、だいぶオブラート包んだけど、だから春夏はいいんだよね。でこういうところのベンチレーション開ければ風も取り入れられたから、あもうホカホカする。これやっぱ冬物って違うね。どうすか、かっこよくない？ここなんかパターン入ってんの？これ多分反射すんのかな、これ想像するに。これ何、これなんか文字が入ってるね。でこっちはベンチレーションはほぼないのかな、冬専用って感じだね。うん、これさ、これ別に僕のチャンネル、これバイクチャンネルじゃなかったらこれマウンテンだよね。これね、これアウトドアブランドだよね。これお、いいねいいねいいね。はい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 、ちょっともう一回いってきましょう。ウィンターウィルジャケットのブラックでございます。前に紹介した動画で僕オレンジを着てたのかな。オレンジと悩んだよ、オレンジと相当悩んだ。明るいジャケットの方が気分明るいじゃん、で冬寒いじゃん。だけど僕はこれ普段着だから、毎日着るものだから毎日オレンジ色の服着ていろんなとこ行くのはどうなのかなってちょっとねビビっちゃったとこはある。まああと前のシーズンのウィンターメニタの水色があるから、まあまあいいかなと思って今回ブラックにしたわけです。でさ、今久々にこれ着たんだけどさ、インナージャケットでちょっと感激した。インナージャケットさ、袖なんだけど、これね改善してほしいなと思ってたところが改善された。ですね、これが前のシーズンの冬用のインナージャケットの袖なんだけど、袖の最後のここのリブのところの中に多分ねバンドらしきものが入ってるんだけど、これが脱ぎ着するうちに中のバンドがなんかねずれてきて、なんかこうどっかでねじれちゃったりとかしてたので、ここのねあの手首の当たりがすげえ気持ち悪くて、これ回らないようにしてくれたらいいのになと思ったら、新型回らないようになってる。あのねここさ、こうやってリブになってるでしょ、で内側ね、ここの内側がまた伸び縮みするジャージ素材になってるんだけど、一周にわたってバンドがいるわけじゃなくて、ここで途切れてるから、ここの半分しかこのねバンドの部分がないのね。だからこれね回らない、しかもここもなんかね縫製の仕方が変わってるように感じる。いやこれがね脱ぎ着するたびにねそのプチイラッとしてたんですよ。これいいね、これいい感じで胸ポケいいねいいね。なんかインナージャケット同士で比べるのも難しいけど、これとこれの暖かさは大差ないはずなんだけど、なんか暑い気がするな、こっちの方が体感が暑い。あの厚いってのは分厚いじゃなくてホットの方ですね、ホットの方、ホットな技術、こっちの方がねいい塩梅だった気がする。それだけ潰れちゃったのかなあ。でこっちはあんまり飾り気がなかったんだけど、新型の方はまたここに元パフォーマンスってなんかローマ字が入って、これも反射するのかな、
どうだろうね。うん、いいね。これさ、ダウン系のこういうふかふか系ジャケットでこうやってさ、ピタッとしてくれるものってさ、なかなかないんだよね。なんかさ、大体着膨れしてボファってしちゃうんだよね。そうするとなんか立った時のシルエットがかっこよくなくて、だからこれがね、そのあくまでアウターのジャケットがそれにインナーとして付属するっていうところがね、あのこのシルエット感が綺麗に出せてて僕が気に入ってるポイントです。あ、いいね、いいね。あ、でこれジッパーがね、これ僕が歪んできてるわけじゃなくて、これオフセットしてのやんわりやんわりオフセットしてる。それはアウター側のジャケットがここにこうさ、ファスナーあるとするじゃん。そこからさ、わずかながら風が入ったとするじゃん。それがここのファスナーも通り抜けて自分の体に来ちゃうのを防ぐためにオフセットしてるそうですね。はい、これのオフセット量がさ、ものすごい激しいやつがあったんだけど、あまりに激しいと、これ単体で着てる時に、あの人なんかジャケットすごい歪んでるんじゃないかしらみたいな感じが出ちゃうのがちょっと恥ずかしかったんだけど、いいねこれ。うん、なんかね、R1 でいうところの09から14の R1 が15から18の今回の R1 に変わった時みたいに、エンジンそのものがとかフレームそのものが全く変わったと同じ意味で、これさ、インナーもアウターもフルモデルチェンジしてるね、これ。いや、やっぱアパレルも進化しますね、これ。うん、あったかい、ホクホクする。これね、僕の書斎なんですけど、空調ないんですよ。ケチってつけてないんだけど、だから夏は、超暑い、冬も超寒い。だからこの格好でパソコン仕事ここでこうすることもあるので、ね、だからこれさ、もうほぼ冬ずっと着るから、だからね、一番僕がダメージ与えて消耗させてるのはね、冬用のインナージャケットとアウターかもしんないですね。うん、ちょっとこれでバイクに乗ってこようと思います。ちょっと風があまりに強くて、あのマイクに風ボーボー入っちゃうから、あの外で動画撮れるかわからないんですけど、また機会があったらですね、これを着てるところをお見せしたいと思いますので、冬用のアパレル気になる方はですね、引き続きこのレイブログぜひご覧になってください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ということで、以上レイがお送りしました。